はい、それではね、マイタイムアットポーシャの続きをやっていこうと思います。よいしょ。はい。27日ですね、今日ね。よし。手紙が来てますね。鉄と、でも受け取っとこう。自警団からの依頼。はい。青川ね、50個。はい、もらいましたね。よし。研究所からの依頼、はい、何日か徹夜してようやく港用のクレーンの図面を完成させたわ。かなり複雑な作りだけど、これが今の私たちの精一杯よ。ダメだ、栄養ドリンクを飲まないと眠すぎ。それじゃあ頑張ってね、ペトラ。はい。昨日言ったんですけどね、何日徹夜したんでしょうね。よし、まあいいか。いろいろもらったね。今日は土曜日だから、そんなに気にしなくていいかな。よし。作ってみる？そしたら。あ、ラジカセさっき作らなあかんな。レザーホーンを2個。どうしよう。2個。5個作っとく？作っとこうか、もう5個。あるうちに。はい。作るでしょ？銅コイルが、2個いるんだけど、銅コイルもセットしたよね。あと何がいるんだったっけ。青銅板か。青銅板がいるんだな。これね。よし。はい。これつける。青銅板、あれ作ってなかったっけ、どっかで。これだね。よし。アクア。場所移動したから、そっか、そこに行くんだ。うん、よし。アクは、はい。あの、助手を雇ってみませんか？私は料理が得意です。お、来たか、とうとう。うん。作業場の仕事もお手伝いできるかもしれません。とにかくここに頻繁にやってくるには何か理由があった方がいいのではないでしょうか。生活費も必要ですし、このミルクだってただではありません。どうか私を雇ってください。お、いいじゃないですか。ね、料理作ってほしいですね。僕雇っか。え、ちょっと待って、お金かかんの？まあいいか。まあまあ、1200だったら。いや、助手になりました。はい。なんかできるんですか？家にあるホームパネルで私の行動予定を確認または変更できることを覚えておいてください。うん、それにタスクメモリの一部が壊れているのです。うん、ヘッド部分に開いた穴のせいでしょう。今はあなたに頼まれた仕事を全てできるとは思えません。ペトラは私のヘッド部分にはデータチップを追加できるスロットがたくさんあると言っていました。ね、ですから私にしてほしいことのデータが入ったチップを入れていただければそのタスクができるようになるでしょう。データチップどこで見つけられる？ペトラから一つもらいました。料理のレシピが入ったチップです。同じようなものをいただければ他の新しいレシピ作れるようになります。じゃあペトラがもっと持ってる、うん、チップのアップグレード質問してこなあかんのか。いっぱい持ってたよね。でもね、これね、ちょっとさっきラジカセ作っておきたいんだけど、もうプレゼントとか渡せんの？調理する。ちょっと待って、銅コイルも渡しちゃおう。はい、とりあえずね、調理する。あー、できる。シーフードスパゲティとか作ってくれる。あ、これはでも助かるな。めんどくさいんですよね。材料がないとダメ。でもこれスペシャル、うん、うん、あ、お気に入り。もう、あ、知ってるレシピのものしか作ってくれへん感じかな。じゃあこれ、あー、増えへんのか。あのチップを読み込ましたらでもいいのかな。どうなんでしょうね。ちょっとさ、先にペトラにじゃあ話聞きに行ってみる。あとは、ちょっと荷物整理したい。整理しよう。入れる。これもいいでしょう、レザーホン。あと、制度版を、もうちょっとラジカセ作っちゃうよ、じゃあ。よし、完成で、クレーンですね。ク
クレーンちょっと見とこうか。あれ、はい、こっちはもうんこれか、港用クレーン、アルミ板、鋼鉄殻、鉄鋼製フレーム、エンジン、コンクリート、あ、コンクリート15個いるね。アルミ板はあるかな。鋼鉄殻、鉄鋼製フレーム5個。作れるやつは作ろうか、じゃあ。じゃあちょっとセットしとく。の方がわかりやすいからね。よし。鋼鉄殻が、鉄鋼製フレームが5個。まあ、微妙な数がいるよね。いやこれをとりあえず15個ぐらい作ろう。そしたらこれがいっぱい作れるから、あと10個作ろうか、じゃあこれね。これで、いいでしょ。あと何がいいの。アルミ板、鉄鋼製フレーム、アルミ板作ってたような気がするんだけど違う、これか。何個ある。アルミ板6、何枚いるんだったっけ。え、8枚いる。8枚いるね。あと2枚だ。今あと1枚しか作ってないし、もう1枚作りたいけどアルミステンレスがない。1枚足りひんとか嫌やな。あ、作ってるわ。よしよし、これでいけるかな。もう2枚作っとくわ。よし、そしたらあとは何がいいのかな。コンクリートか。エンジンもあるし、コンクリート15ね。ハーブドリンク、燃料切れか。ちょっと待って、キャンセルするでしょ。コンクリート15のためには、樹脂が、3×15 でしょ。45個。わ、足りひん。樹脂どうしたらいいんかな。とりあえずこんだけ作ろうか。木を切ったらいいのかな、まあ、順番だね。2個は作れるけど、よし。復元マシンもできてるの。招き猫できました。お、センスも。ちょっと製品検査していこうか。じゃあ今んとことりあえず新しく作るもんはいいですね。よしよし、今日は土曜日だからね。ピカータ、アントワーノに渡したらいいのかな。カラジカセを、はい、よし、6000ね。じゃあちょっとこれもやっちゃいましょう。なんか曲がってるね。なんかこれが大きいね。あと、なんか違う。あと、あ、ここになんか印ついて、ちっちゃ。こんなん使い物ならへんよね。あ、出てますね。あ、これかけてるね。はい。よし。おかしいな。なんか違う。あ、
からへんな。なんかついてんな、ここ細かいわ。何が違う？大きいしな、これ。どこだ？どこが違うんだ？とは別に変わってないよね。いや、分からへん。別に汚れたりしてないよね。いや、分からへんな、これ。大きいよね、これね。何秒？37秒。何が違うんだ。あ、これか。ここか。終わった。気づいた。よし。なんか線が入ってるね。違う？ちょっとおかしいな。あとはパッと見だと全然気づかないんだよね。模様ではなさそうだけど。違うかな。なんか欠けてる。あ、ここがへこんでるな。よし。ちょっと難しかったな、今回。よし。で、じゃあペトラのところに行ってきます。ああ、謎の人、そうか。そういう時期ですね。全く僕がいない間に何があったんだ。自警団の検問で止められちゃった。研究所から盗まれた異物なんて知らないってば。アリバイがあってよかったよ。なんかね、変な仮面の男がどうのこうのって言ったもんね。よし、何かをまたエンジン変えるんか。もうでもあるしな。何？福袋、猫用ベッド、釣り人セット。高いね。ドライバーの帽子をダメにするってどういう帽子？分からんな、これは。まあいいか、別に。テレビもね、よく分かんなかったし。別れのタグ、子供の人形。ウォールライト。ベッドは買ったんですよね。ソファー買おうか。あ、でも高いわ。そんな余裕ないわ。いや、とりあえずペトラのとこ行ってこう。スクラップスには犬じゃないわ、肉をあげる。よし。よし。あとは、よし。ダンジョン行ってもいいかもしれないね。やることなかったら。ペトラに聞いてみましょう。悪用のデータチップが欲しいの。壊れた AI を掘り起こして手に入れたものはあるよ。でもとても貴重なものだからコストがかかるんだ。お金がいるってこと？
いや、お金じゃない、データディスクだよ。データディスクと交換に データチップを渡す。公平でしょ。これからは研究所のレジで交換できるよ。うん、なるほどね、うん、リサーチは関係ないと、もうピンクのソファーあげちゃいましょう、はい、ね、いっぱい使ってください。よし、ここで交換できるの増えた、なんか、え、何にも増えてないけどえ、これじゃないよね、別にね。エンジンはいいし。え？ここで交換じゃないのかな？ちょっとわからないね。また来てみましょう。よし。で、ちょっと博物館、ミンと久しぶりに話してみよう。サンドロックには何度か行ったことがあるけど、めちゃくちゃ暑かったってこと以外思い出せないな。これ、はい、いや、ミントもまだ好み分からへんな。モリーが来てる。飾れるやつは飾りましょう。これと、これ？これ何？スモークハムか。あとは別に。いいかな。ミシンは飾らなくていいよね。よし。うん。よし。じゃあまあ、本とか。まあ、いっか。どこに飾ろう、これ。この辺道具。ここは本だね。ここにしよっか。こっちでもいけるの？絵画飾ってるでしょ。こっちにしよっか。ここは無理だ。な、ここでいいわ。はい。うん。これも、はい。よし。で、招き猫はこっちの方置いとこう。この辺？できる？これサイズはいくつなの？中型の。大小、スペシャル。おお？あ、いけるな、ここにしよう、じゃあ、はい。場所はいいや。あんまりこだわらんとこう。あとは大丈夫ですね。よし。一遍帰って、インガルコード行く？あれ作っとかないじゃない。軟膏作っとかないと。あ、ここにクレーンをね、出すとね。うん。うん。よし。で、何がいいの？軟膏40個作ろうか、とりあえず。ファーストエイドも作れる。これなら5個作ろう。軟膏、ハーブドリンク、あとは別にいらない。にいらないものは入れていこうか。はい。鳥の巣も入れとこう。あと、これはなんだ、スモークハム。
こうか。ハーブドリンク一応持っていくか、スタミナ用。ドレッシングもよくわからないね。もつまこんだけ入ってたらいいか。よし。じゃあ行ってこよう。もう今特にやることないよね。樹脂か、ああ、木いきゃなあかんか。いいか、でもおいおいで。うん、ここだね。で、降りる。よし、行っちゃいましょう。誰かついてきてくれるといいですけどね。はい、仮装か。よし、ちょっと軟膏と、あ、ファーストエイドを持ってこればよかったな。あと、こう、ハーブドリンクするか。スタミナは言うても大丈夫だよね。これ今いらんし、ちょっと肩、こっちに入れとこう。よし。こんでいいね。ん？あれ？え、ここ？あ、火炎ゾンビ。人型だからなんか変な感じするよね。うん。服も着てるしさ。ちょっと強いな、さすがに。レベルが上回ってるから。まとめて退治。倒せるけど、こっちもダメージ食らいますね。よし。あ、宝箱あった。一応拾っていこう。テンパリング液ね。5フロアありますね。何が強いかな。火炎ゾンビとか嫌やな。ダメージ入るからな。まとめてやっちゃいましょう。ハンマーはこれができるからいいね。あ、ファーストエイドをくれるんだ。ありがたいな。あとはまあ雑魚はまあね、体力さえ回復してたら倒せますからね。で、この火炎のやつちょっとさっき倒しとこう。何本だけ？ここにいた、うん、まだいるな。でも結構長い。あれ、ちょっと1個使おうか。で、あ、ちょ、宝箱とかなかったっけ？大丈夫かな？はい。よし。あ、まだいい。あ、しぶといな。園芸用スコップ手に入れましたね。使えるのかな？よし。うん。これでワンフロアね。もう進んでいくしかないですね。寝てるぞ。行動ゾーン。なんか釜を持ってんのが怖いな。はい。上を、ん？乗り越えると。どうなってんの？こういうとこ通った方がいいんじゃないの？なんかあるやろ、多分。ほら、やっぱり。よし、あそこにもあるな。こっちか。そこ行けるかな。あ、いけんかった。敵も倒さなあかんし、倒しとこう。ここなんか宝箱も持ってるやん。どうした？よし。ハンマー、一応、なんていうのかな。スタンもするんですかね。どうなんだろう。
そんな明確にはないだろうけど。あそこに一人いるから。まあ、あれさっき倒しちゃうか。45だって。ボスがちょっと心配ですけどね。あれ？あっちか。ここから行くのかな？はい。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 で、ロープね。よし。こんな。よし。はい、上級エンジンね。どっちから来たっけ、俺。あれどっちから来た？こっちからちゃうな。敵いるもんな。出て出て出て。うん。この奥か。敵多いな。宝箱ありますね、一応。よし。濃縮エネルギー入った。よし、もう行っちゃおう。回復ちょっとしとこうか。こんなもん。よし、どうなってんのこれ。敵がいる。うん。どうした？ファーストエイドくれるのはありがたいですね。ちょっと、使えるようにしとこう。あ、何装備なんかこれ。攻撃8、攻撃10。こっちでいいよね。間違えた。よし、はい。うん。しぶといね、結構ね。火炎ゾーン。よし。宝箱そういえばなかった、さっき。取ったか。全部取ってるよね。取ってなかった。あと、何これ、回復するやつか。ちょっと待って、何このエクスカリバー、何これ。ちょっと待って、取ってみよう。そういうこと？回復しとくわ。何や、エクスカリバーじゃなかった。聖剣伝説みたいな。上にはないよね。まあ、いっか。いや、サクッと終わらしちゃおう。長い、結構ね、ここね。よし。まだ生きてる。いっぱいいるな。鉱石も手に入るんだね。倒した。これはこれでありがたいですね。使うものがね、手に入る方がいいですよ。あっちにある。また聖剣伝説が。そんな何回も回復いらんでしょ。ねえ、別
にいいよ。今3フロア目でしょ。これめんどいな。着実に削られちゃうもんな。よし。あとはまだ続きがあるぞ。はい。最下層になるとちょっと厳しいかもね。今これぐらいがギリギリだし。がっつりレベルを上げていきましょう。で、あそこに、あ、宝箱ある。さっき敵倒しちゃおうか。これで開く？だね、よし、まあ、ちょっと取っていこうか。ここだね。こういうのは簡単だよね。よし、上級エンジンを運んでいくか。もう行っちゃおう。ちょっと待って、体力回復しよう。 OK。長いんここも。ちょっとパターン違ういつもと。あそこどうやっていくの。あ、落ちちゃったけど登れる。こっから登れちゃうんだなこれが。よしよし。まあ、テンパリング液もね、一時だいぶ不足してましたけど。え、何これ。壊れたりはしないか。降りたらいいのかな、普通に。まあ、降りちゃおうもん。ん？こっち？どっち？こっちもいるし、あっちにも敵がいるな。ここは、ここ入れる？うん。はい。忘れるとこだった。シリコンチップ。3人まとめて。痛い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 。てる？死んだ。よし、回復微妙やな。どうやろう。ん？あと、こっちはもう何もないっすね。痛い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 。敵が引っかかってる。いて。普通にこの寄っていっちゃうんだよね、攻撃してると敵に。よし、まだか。まだか。倒した。よし、体力が。あれ、空いてないぞ。また倒さないといけないやつがどっかにいるんだ。どこだ。戻ってくるか。一回、ああ、そっか、降りたところだね。穴から降りたところに反対側に敵いたもんね。そういえばどっち行けばいいんか分からへんかったからこっち来ちゃったけど。そう、あれ、あいつだな。よし、こっちは何なんでしょうね。めんどくさいな。800、これだけか。宝箱だけか。はい、
れですか、シリコンチップ OK。 よし、じゃあもう多分空いてると思うんだけどね。うん、すごいな水。うん、あとはボスだね、強いのが来ないければいいんだけど、あるいはまあパターンがね、読みやすいやつがいいですね。こっち、よし、じゃあちょっと回復しちゃおうか。4、5、スタミナは、あ、微妙やな、ちょっとこれもまた3、200、これぐらいにしとこうか。まあゼロになったらまた飲めばいいしね。こっちですね。どんな敵、あーなんか強そう強そう。まあいいわ、頑張ろう。回避はこれね、うん、いて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 、痛いか、いいか、もうラッシュしよう、こっちに。よし、お、いいぞいいぞ、ハマってる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 。よし、ゾンビリーダーね。余ってる余ってる、よしよし、この調子この調子、よしよし、いけ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 、あ、なんか上の方行ってる、上の方行ってる、当たらへん当たらへん、ちょっと待って、ちょっと一回行こう。よし、で攻撃出して、攻撃出して、 OK、 いいな、ハマるなこいつは。もう大丈夫だな。よし、連続で攻撃さえ当ててれば大丈夫。レベル54って書いてあるんですよね。もうちょいもうちょいもうちょい倒した、 OK、 OK。 あ、この服手に入りましたね、旅人のジャケット。おお、いいじゃないですか。よし、最下層はさすがにちょっとね、46だからもうちょっとレベル上げてからにしましょうか。暗くなった、ラモンは開いた、まだ DD では帰れるね一応ね。乗れる、あれあれ、ちょっと乗れへんの、ちょっと、あ、ラモン一人だけ乗ったよよし、行こう。で、あとはどうしようかな。これは別にいいし、帰ろうか。DD が動くうちに。まだできないもんね、クレーンは。一遍帰りましょうか。よし、で、樹脂が足りないからこれできてるでしょ。とりあえず作れるだけコンクリート作る、10個。うん、これもファイバークロスを作っとこう。まあ、木切ろうか、木から作れるのかな。スペシャルアイテム、チェーンソーの方がいいよね。よし、大きいの切ったら樹脂って出てきた、ちょっと忘れたな。取れる、あ、樹脂取れてるね。よしよし、大きい切っていきましょう。ちっちゃいのはいいでしょう。樹液と樹脂は違うよね。よいしょ。あんまりたくさんは取れてるな。何個いるんかな。
でかいやつけど、このコンロ誰が置いてんねん、ね、よし、これも切るか。ツリーファーム行って切ったら早いかもしれないね。もうでも時間ないか。これ何？あ、これが樹脂か。なるほど。うん。よし。いいか。もう落ちてへんかな。あれは？あ、これ樹脂じゃない？うん。夜が更けてきました。はい、じゃあもう帰りましょう。これも樹脂だね。結構落ちてるんだな。また拾いに来ようじゃ。今日も一日働きましたね。あ、水晶が取れる。ちょ、これ取っとこう。OK。サファイア。これやっぱサファイア取れるんだな。はい、そしたらね、まあ、今日のところはこれで終わりにしておきます。また次回ね、この続きやっていきますので、よかったら見に来てください。ではこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。